え、本当に間違いあるこれ。え、これ本…え、嘘でしょ。は、じゃあここ合ってないの。全周知。あー、気づいたらすごい大きいねこれ。ハニワンとこの原始人の被る手の隙間。YouTube、 ウィーオスです、アリです、よろしくです、神木です。ということでですね、今回はこれをやってみたいと思います。じゃん、難しすぎる間違い探し。これなんかすごく流行ってるらしいです。流行りに乗ります。観察力、全集中。はい、集中力です。もう集中力って見ると僕は全集中って言うようにしてます。さあ、難しすぎる間違い探し。でもここにね、子供も大人も必ずハマるって書いてあるんですよ。間違い探しは、若干得意なものもあります。すぐ気づくものもあれば全く気づかないものもあるんで、まあそこはまあみんなそうでしょうけど、すっごい今ありきたりなこと言いましたね。得意か不得意かって聞かれているのに対して、まあ見つけれるものもあるけど見つかれないものもあるんですよみたいな。そりゃそうよね、普通に。まあでも得意な方ではある。まあ今回皆さん多分画面のところにパンパンで出ると思うので、皆さんもまあちょっと全集中で見つけていただきたいなと思っております。え、難易度1みたいなことですか。5分の4。いきなり初手から結構高難度ですよ。大丈夫ですか。もう多分2週間ぐらいかかるかもしれないですけど、大丈夫ですか。この YouTube いきますよ。難しさ5分の4、じゃん、これです。まあ今画像に出てると思いますけども、さあ3つの間違い探しを探せ。いきなり激ムズ。これ分かったら天才。まずは君の間違い探し力を試してみよう。これはね、どうしようかね。豚の1。え、これ以上分かんない。ちょっと待って、本当に言ってる。ちょっと待って、これどういうところが、ちょっと待って、本当に分かんないの。これどうしよう。え、本当に間違いある。これないんじゃない。もう見当たらないよ。え、これ嘘でしょ。本当に間違えてんのこれ。え、今のところ間違えてないよ。なくない。3つもないでしょ。でもどっかしらにあるんだもんね、間違えてるところが。間違い探しだからなきゃいけないしね。だってさ、でもね、口、いや口の中違う。なんかここだ、ここなんか口の中のノロチンコのところがちっちゃい。お、いやそんなんじゃない。いやでも口の中だな。口の中っぽいな。口の中でしょ。は？じゃあここ合ってないの？え、口の中合ってないの？じゃあもう罪だよこれは。どこ間違ってんの？どこが違うのこれ？え、口もう違ってるとこないよ。どこだよ。もう全てが今ついえた音がした。ガラガラって。え、だって耳の形も別に合ってるでしょ。指の角度も合ってるでしょ。こうでしょ。ヒント、ああ確かに上か下か聞きたいですね。上ですね。でしょうね。でしょうね。そりゃ上でしょうね。上でも今思い当たるところが全くないんだよな。全集中。待って、本当にあるんだ。ちょっと待って。ヒント欲しいっす。多分俺左だと思うんだよね。ちょっととりあえず割ろうか。ここが真ん中だとして。嘘、右一つ左一つないよ、そんな嘘だよ。
だってここの袖の幅、出てる幅も別に大して変わってないでしょ。指のところもごちゃついてるところがあるけど別に大して違和感ないし、影とかも、え、嘘、いやそんなことないでしょ。え、こことここ若干、いやそんなことないよ、そんな問題は出さないよ絶対。もう物理的に違うところがあるよ絶対。え、右の方が見つけやすいの？右の方が見つけやすいの？なんで？どこが？どういう風に右の方が見つけやすいの？あー、はあ、なるほどね、なるほど、そうなの。あー、気づいたらすごい大きいねこれ。これ右のさ、前髪のちょろんってなってるところの長さが違うんだよね。わー、これさ、気づいた後だと全然違うねそりゃそうねってなるよね。いやー、これ盲点だわ。これ全部あのね、全視覚をついてくるよね。なんだろう、髪の毛があったんだったら左が超激ムズ。マジですか、本当に些細なことなんだろうねこれね。でもね、分かった時にね、パッて見るとね全然違うのよ。それがねやっぱ面白いよね。ん、え、これさ違うよね。これさ、ここの指のシワのここのさ、ここがさちょっと伸びてるのと伸びてないのみたいな、ね、だよね。もう一回確認したけど違うよね惜しい、待って、ほん、え、待って、惜しい、これ以上俺惜しいこともできないぞ。よく見てるよ見てるよ、もう穴が開くぐらい見てるよちょっと待って、よく見て、もっと見て、全集中全集中いやそうなんですよ、全集中。まだ僕は岩を割れないまだ僕は岩を割れないんだ。いや割ってやるよ、割るしかないでしょやっぱりこれ。いや待って待って、これ初手だよね。え、ヒント、え、もう20分、嘘、早っ、ちょっと待って、ええ、もう20分経つの？あ、え、いや違う、え、指の開きじゃないですよね、え、そこマジで言ってる、マジで、ここのさ、くす、なんだ、こうだから薬指と小指の開き具合、嘘でしょマジで言ってる、これマジで言ってる、ここなの。いや、ち、ま、いや違うけどさ、うわ、マジマジ本当にマジで本当に分かんない、あー、くそー、まあ、言われてみれば若干開きは違うけどさ指の開きってマジで、指の開きも気をつけなきゃいけないのこれ。いやマジ絶対無理でしょみんな、マジで本当にこれ、あのね、多分ね5分以内に解けた人マジで天才だと思います。何分かかったの？19分44、メモしとこ、19分44秒、ヒントありの状態でございます。え、そんな選択肢、これよりアップしたらもう多分2時間ぐらいはかかるから、ね、とりあえず1回ダウンしてみましょう。ダウンダウンダウン、さあレベルダウンしましたよ。ハニワちゃんとドグくん、ハニワちゃんとドグくん、フグタくんみたいな感じ。こっから3つ、さあ行きましょうか。まあ今のところ間違いはないですね。はい、いや間違いないですよ大丈夫です、あ、何も問題ないです、大丈夫です、ありがとうございます。そういう気持ちだよ。いや間違い探しってさ、普通パッと見てさ目につくとかあるじゃん、あ、ここ間違ってるみたいな、そういうのないもん。どこが、あ、もうむしろ合ってるよ、全部合ってるよ、俺の中でもう合ってるよ。え、これでレベルダウンなの？あー、はい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 、眉毛だ、危な、まず多分これ一番分かりやすいことなんだろうな。土偶くんの眉毛でしょ、ね、角度が違う。いやー、これ絶対一番最初にみんな気づくんだろうな。いやマジで指の開きとか来るからな、マジで気をつけなきゃいけないわ。で絶対後ろのね、このね、この村人原始人たちがね、え、やだよこれ、ヒゲのさ数とか
やだよ、そんなことやだよ、俺はやりたくないよ、それは。4 5 4、やだよやだよ、マジでやだよこれ。ヒゲの数とか合ってるよね。いやでも年には年用だな。うん、まあまあまあ、やだよ、ここ1234、1234、まあまあまあ、いやここね、こいつね、1234567891、1234567891、まあまあ合ってる合ってる。いや一番これね姿見えてるこの人がね多分ね1234567、どこまで1234567、おほら来た、やっぱそうじゃん、原始人のここの髪の毛だよ、ほら違うよ、丸ついてるところ、原始人のここにピョンと跳ねてる一本でしょ。嘘だ嘘だ、本当にここ違うよ、あ違うの、ここ違うの、ここ違うの、今丸ついてるとこ違うの、嘘、ほえまた罪だよ。あーはい分かった、あっぶねー、あっぶねー、よかった、ハニワの輪っかのところ、位置が違う、もう これは確定ですよ、輪っかの位置、ここは位置確定、よし、しゃあと一つ、これ三つ目もしかしてめっちゃむずいっすか、すっげー細かいっすよね。で今のところ候補あげていいですか、ハニワンとこの原始人の被る手の隙間、よっしゃ。いやでも絶対この背景のね原始人のその村人たち、村人たちはね絶対何かあると思ってたの。今4何分ですか。4分30秒前の記憶、4分30秒、しゃよし、ダウンダウンしたよ、ダウンして4分30秒、結構大幅にピュッて短縮されました。いやどっちも超激ムズだからね、激ムズと超激ムズってどっちも激ムズですからね。さあ超激ムズ、いやもうねとてつもなくヒントをもらってもわからない、あもうやばいってこれ、絶対難しいって、これやばいよ、難しいよこれ、絶対シワとかのこの位置の細かいのとか絶対出るじゃん、絶対、いやこれ絶対シワ、絶対どっかシワの感覚が どのこのとかで1本少ないとか絶対来るって、1234512345、うわ絶対この背景の点々とか絶対関係してくるわ、これ5つもあるの絶望だよ絶望だよ、こんな5つあるんだ、あそうね、そうだよね、分かりやすいやつは2つぐらいあるよね、歯がね欠けてると欠けてないのが5つあるね、でそれはいいんだけど、やっぱ目に行くよね目線が、で絶対シワの本数は絶対出てくる、絶対出てくるはず、どっかで背景もねやばいよこれ、一つずつ確認していかないとな、いや違うんだろうな、違うよね、違うもんね、これ違うもんね、いや違うよ、いやこれマジで本当に言ってる、これ5つもあんの、5つだったら俺多分 2,3 時間普通にかかるから、ある程度のところで絶対やめときたいよ、やめときたいんだけど大ヒント、あー全て眉毛より下、あれだ眉毛より下、じゃあ目だな絶対、いやこれって本当に分かる人いるんだよな、でも某頭脳は大人、見た目は子供探偵といい勝負ができますよ絶対、あの子は何でも疑いますからね、なんところないんですよね普通に、なんも、ないっすよなんも全部合ってる気がしますよね、全部合って、全部合ってますよ、比較的比較的全部合ってます、全部合ってます、え、これみんな解けたのかな、やったことある人って解けたの、解けたらね多分次怪盗キットとか捕まえられると思うんですよ絶対
2つは、まあ、ある程度わかるだろうなっていうところにあって、もう2つがなかなか見つけられなくて、多分もう1つがすっごいよ、もう本当に異次元級だと思うのよ。歯が一番目立つでしょ。2番目に目立つものが絶対どっかにあるはずだから、え、これ嫌ですよ。人差し指に一番先端の方のなんか指のシワの違いとか、え、ヒントください。わかりやすいヒントが欲しい。目え、目の奥の線が短くない。ここがつながっ、なんかちょっと伸びてるんですけど、こっちがちょっと短い。合ってる。あー、よかった。でも多分これ2番目に分かりやすいところのはずなんですよ。いや、2番目にこれで分かりやすいってやばいっすよ。分かんないもん、分かんなかったもん。ネクタイはだって、あれ、これさ、でもさ、ちょっと待ってよ、これ嫌な予感するな。あの、ツバが3つ出てるじゃないですか。あれの1個目と2個目の距離が違う。あ、だから、そっか、だからそういう風に見えるのか。3個か。あ、ここから眉毛から上唇の間に1つ、はい、うっそー、ここの間にあんのか。これでも分かりやすいんですよね。いや、あるとしたらね、耳なはずなんですよ。眉毛から上唇の間。あ、え、ここが長い。お土産。わかんないよこれは。言われても言われてもわかんないんだったら、もうそれはもう作った人ももしかしたらわかってないかもしれないですよ。これ日和した。いや、むずいってこれ。だって答え見てもなかなかわかんないですもんね。実は奥歯虫歯だった。小指より下でしょ。顎。じゃあもう実は虫歯だったとか。そんぐらいしか思い浮かばないけどな。え、顎がちょっと伸びてる。え、ここの面積がちょっと長いとかするんじゃないですかね。唇が厚い。お、よっしゃ。わかんねえ。わかんねえ。わかんない。これ絶妙にわかんない。なんか、まあ遠くで見たら、まあわからないわけでもないけども、わ、わかる。まあ確かにちょっとわかるかなみたいな。わかる。わかる。辛い。辛すぎます。20分、超ヒントもらって20分にいいな。いやー、これ難しすぎるって。難しすぎるよ。本当に題名通り難しすぎる間違い探しだよ。いやー、難しすぎるよ。わかんないよ。お手上げです。これをね、もし自力で解決できる人がいるとしたら、その人は本当に天才だと思います。本当に尊敬です、尊敬。このね、あの動画見てくださった方、もしかしてあの買ってやる方もいらっしゃるかもしれないし、あの元から持ってるよとかっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、教えてください、教えてください。解けるんですかこれは。ぜひコメントでどんぐらいで解けたか、どんな風に解いたか。とりあえず今日はもう全集中が切れました。もう日輪刀は持てません。ということで、まあ最後までお付き合いありがとうございます。まあ皆さんと一緒にこの動画見て、一緒に探せて楽しめることができたらいいなとは思っております。まあこんな感じでやっていきますので、ゆるく今後もよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。